皆さんこんにちは。サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩二です。2022年10月10日は世界メンタルヘルスデーとなっております。私も、現役時代、心の不調をきたし非常に難しく、困難な時間を、過ごした経験があります。本当に、苦しい、日々を過ごす中で家族のサポートや、知人のサポート、それからチームのサポート、当時通っていた精神科の先生に非常に助けられました。なかなか一人では、乗り越えられなかった、難しい時間を、周りの方に、さらけ出して、相談することで、病気を克服し、今元気にこうして生活ができております。最後になりますけど、10月10日この日は、皆様と共に、メンタルヘルスについて少しでも考える時間にしてもらいたいというふうに思っております。